はい。はい。美食女の皆様、ごきげんよう。ツーリップリンセスです。え今日の私の美食女コーディネートご紹介したいと思います。こちらも今までに何回かご紹介したかもしれないんですけれども、えー、特価の、えー、リバティ柄のパステル調のワンピースにしてみました。あの、ほとんどと言っていいほど秋っていう感じはないんですけれども、あの、とっても着ていて楽で、今日はね、あの、オーゼとちょっとね、 あの公園をプラプラお散歩したんですねなのであのちょっとねあの涼しい感じもありつつリラックスできる感じもありつつ動きやすい感じもありつつの,あのデートコーディネートっていうことでこちらにしましたでまたこちらのねワンピースも今年買ったのであの言ってまだそんなにね数回ぐらいしか着てなかったのであのもう一回ぐらい着たいなっていうのがあったんですね。 あの特化のなんだけれどもねあのすごいテロンとして着やすいし気に入っていたしあと王子もねこれ着た時にかわいいって言ってくれたんですねなのでね着たくて着ましたでもね夜はねちょっともうね寒い感じでしたなんか急に今日からね今日の夜ぐらいから涼しくなったと思いませんかなんか一気にああ秋が来たって思って本当にびっくりしちゃったんですけれどもねでもね あの日が暮れるまでぐらいだったら本当にねちょうどいいコーディネートだったかなというふうに思いますちょっと拡大してみたら、えー、こんな感じで本当にね淡いパステル調のリパティ柄になっているんですねでまあ,あのお袖がついているのとちょっとね胸元がなんかあのすごく微妙な空き具合というか結構詰まっていて あのー、少しこう真ん中に切り込みが入っているような変わったデザインなんですね。なので今日はねあのノーネックレスにしました。ノーネックレスにしてちょっとこれ指がね映ってないのがちょっと残念なんですけれども、えっと、ハリー・ウィンストンとバンクリーフの「えー、ロマンス・エタニティ」っていう「ハリーのトリスト」っていうのと「えー、ロマンス・エタニティ」っていうバンクリーフの「 をあの結婚指輪と婚約指輪なんですけれどもそれをその代わりにねあの重ね付けしましたちょっとネックレスがないのでね寂しいかなと思ってあの指輪を重ね付けしていましたでそしてえっと美浜ですねやっぱり美浜のあの本当にいつものなんですけれども淡いベージュの、えー、リボンパンプスにしましたこんな感じでちょっと1回か2回同じようなコーディネートを ししたかももれないんですけどもねちょっともう本当に寒くなっちゃう前にもう一回やっぱり来たいなと思いまして今日は本当にねあのもうリフレッシュしたかったんですねもうリフレッシュしてなんかねちょっとデジタルデトックスしたかったんですね <laughs> 最近すごいあの頑張りすぎててあのすごくあのもうねずっとこうスマホをこう見てるような感じだったので YouTube とかね、い,ろいろそういうのににかかりきりきなっっちゃっててねなのでね森林浴みたいなのがしたいなと思ってねあの公園をね2人であの歩きましてねあのマイナスイオンを浴びてきましたそれでねちょっとだけなんかねあのリフレッシュしましたなのでもう今日ねコーディネート動画とかやるのやめようかなってちょっと一回ね一日お休みしようかなと思ったんですけどもでもなんか一応ね結局あの 念のためあの写真撮って <laughs> 結局でもねあの上げちゃいましたあの楽しみにしてくださってる方もね毎日あの見てくださってる方もいるっていうことなのでね本当にありがとうございますなのであのねそんなにすごく変わり映えするコーデではなかったんですけれども一応今日もね念のためにあのコーディネートをアップしてみました、まあ、あの気まぐれにね本当にやらせてもらおうと思って始めたので あの絶対毎日あげるかはわからないんですけれども、まあ、あげれる時はあのできるだけねあげようかなって思うので、まあ、皆さんもねあの気楽に楽しんでいただければなっていうふうに思います、はい、では一応ね私の今日も一応今日もね毎日コーディネートということでねやってみましたえっとこの後にねえっと2人でちょっと並んだようなあのまた合わせたお写真みたいなのも 一応作ったのでご紹介するのでよかったらそちらも合わせてご覧くださいそれでは今日も美宿除コーディネートご紹介ご視聴ありがとうございましたチューリッププリンセスでした